昨日とかも、あのーまあ、ライブの内容はまあさておきね、うん、終わった後あと、のー、打ち上げやってそ、うん、の後あのー、基本的なこっちの、あのー、メンバーは、うんあのー、カラオケ二次会的に行って日村さんも <laughs> これ今日ヒロマンも話してたけど <laughs> 日村さんは俺別のスタッフさんと飲みに行くんだと思って「うん、でどうします?」ってなって「あじゃあ、うん、もう、あのー、うちうちの。 チームで行こうよっ、つって俺、声かけたから。んで、日村さんにも当然誰か言ってると思ってたの。で、うん、日村さん知らなかった。<laughs> <laughs> あの、六本木の交差点で、普通解散なったら、そこでタクシーのところ、みんな六本木の交差点を分かった時に、<laughs> あれこれ、なんか、なんかあんだな。<laughs> でも俺、そんな話聞いて俺は完全に日村さんに誰か言ったと思って、で、あ、でも他の、うん、ね、あの感じ、さ上がり際は違うスタッフさんと話してたし、あ、 じゃあ行くのかなと思ってて俺はその分かりきスタッフさんと「いい匂いしますね女の人って」っていう話をずっとそういう話をねそう池沢の話をしててでんかだからさ今日聞いたら全然聞いてなかったっつからであのまあでも別でんか飲みは行ったっってたからそのスタッフさんじゃないでしょああじゃあよかったと思ったけど 一応聞くけど、もし、それ聞いてたら、うん、こっち来るあら、ここ来たって言ったら、うん、もう全然行くに決まってんじゃん。<laughs> <laughs> なんああ、じゃあ、ひまじさん内緒で行っちゃった形になっちゃったみたいなさ。だって、あの、いわゆる、あの、みんなで稽古場に、あの、キャンプ、<laughs> あの、キャンプ張った、あの、いわゆる、精鋭たちだよねだ。そうそう、あの、要は、ね、だから、本当の中枢メンバーで行ってた。<laughs> の最初からみんなで集まったあのメンバー、ね、そうで、えー、っと、そこに、だから今回、 小、ねうん、山と小木も、まあ、来いよっつってあ小山と小木も行ってんでしょそうそうそうこ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 、ん、うやってだからそこはあのー、俺が言ってうんうん。まあ他はみんなみんなはみんなでっつってで行って日村さんだけいなかったからまあまあなんかあ、まあ日村さんなんかねちょっと仲間外れ的な感じになっちゃったなと思って <laughs> だから一応今日一応聞いたのよ、うん、その、うん、もしかしてで昨日ねその 小山にね。うん、あれ、日村さんってさ、あれさ、なんかあの後飲み行ったのかな知ってるとか聞いたら、いや、飲み行ってないと思いますよとか言うから、あ、そうって言って。で、日村さんに聞いたわけ。うん、あれ、昨日カラオケ、うん、<laughs> いや、来なかった。もしかしてだけど聞いてなかったって言ったら、うん、聞いてなかった。<laughs> あ、悪いことしたなと思った。何も聞いてないの。あごめんごめん。カラオケー盛り上がったんですかまあ、もう多分俺、過去行ったカラオケの一番楽しかったから。<laughs> みんなでこうあのな,なんかじゃあ,あのそういう話になった多少あれ日村いねえなみたいなのの、no, no、なんなかった不思議と <laughs>、えっと、バナナマンだよねバナナマンバナナマンのライブの打ち上げだよね,ねそうそうそういやごめん本当に不思議とね誰一人日村さんはみたいな話しなかったね、うん、もう日村さんは別でつかそれか行ってないにしても、うん、もう疲れちゃってほらよく日村さんって行かないじゃんうん疲れちゃった、ね、あの日村さんってなんか別行動を取るじゃん、うん、あの 多分すっげえナニーがしたかったとかそういう理由なのかもしれないけど帰っちゃった疲れて帰って寝るのかなとかもあって違ったんだねいやあの見に来てくれた子がいてじゃあもう飲み行こうとは思ってたのうんそれはねうんでもまあそこの約束は結構ふわっとした雰囲気のうんいっかもしんないぐらいの感じでそれはねうんそれはそうだよねこっちでやったらねうんそう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 だね悪かったね 要はその連絡形態なんだけど、うん、聞きたいの、ね、いやそれもねあれだったのあのー、なぜ俺のとこに連絡もがやってこなかったのかやってこなかったかのかってことだよねまあ誰発信でのこの二次会がまずスタートまずそこ教えてそれは毎回そうなんだけど、うん、大体ねあの毎回えっ <laughs> さんタバコ吸うのは別に大丈夫だと思う <laughs>、うん、あのそんなにもう後ろ見てる <laughs> 火つけなくても 大体、毎回、まあ、去年とか多分一緒に2次会行ったよね、カラオケとかね、毎回あの絶対行ってんのよ、俺考えたら、大倉、うん、とか、うん、あの本当その近いメンバーで飯食いったりとかはしてるから、うんで、それもね、あのそんなは早くから決まったわけじゃなくて、うんうん、全体的にみんない打ち上げやってたでしょ、うん、で、終わり間際に大倉が、どうしますつって、普通の、えあの1次会の 終わりの間際で今さんと席離れてたじゃんで奥川と話した奥川とも離れてたからそうだね奥川と俺横にどうしてたんだ一回もう人とは目も合ってるそうだねテーブルの真ん中にすげえ草みたいなのがあったから草があるからほおずきとかそんな感じだったからねこれで「どうします?」どうすっか次行こうか」つってで何が行くかみたいなでじゃあ あいじカラオケ行かないか行くっつって。あ、じゃまずこの二人からの、まずこのカラオケはまず生まれたんだよね。うん。うん、OK OK、まずそこで生まれましたと、ね。うん、どうしますってなったから、あじゃあどっか行こうか、つって。で、どっか移動しようかと思ったの。毎年移動すんのよ。うん、あの、ね。だけど、もうこの辺でいいんじゃないのつって。六本木会はでいいんじゃないかとうそう。で、あのー、誰だっけな、長いとか、まあまあ、そういうメンバーに、あちょっと、この後、うん、あのー、もう要は、じゃあ、うちうちというか、 でカラオケかなんか行,行こうと思ってるから、つって、言っといて、つって、言ったわけよ長いね、今これで、今、<laughs> 今これ移動したんで、ね、このでねたよねいでいや、これがね、また2点、3点したの長井と誠がカラオケ屋を今度は取りに行ったわけよ。あっ、吉野入ってきたね。うんうん、それで、るとか及川とか、うんあの、その辺とかが、多分俺、誰か言ったのか、もうその時点でもう,もう分かんなくなって、うん、そこで,、ね、でもそこで 多分日村さんはすげえその女の人のいい匂いするっつうのを盛り上がって話してたと思うす,すげえ楽しかったその話うんだから誰かが言うにしてもまだちょっと入れなかったっていうのがあるかもしれない、ね、女の人のいい匂いはね、うん、要はね、うん、今俺その話ちょっと興味ないんだけどホ <laughs> <laughs> 本当ほんとごめんなさいだけどそれはすいませんホントごめんなさいの、ね、ああごめんなさい、ね、あ,さい、ね、あじゃあもう,もう本当にいい、ね、あの で、もう当然言ってんだろうなとは思ったんだよね。これでも今謎なのはね。うん。あの、でも設楽さんはもう全然逆コーナーにいるわけよ。うん。ねうん。でも間にはもう草もある。うん。店なのに。うん。だからもう、設楽さんからダイレクトで、うん。今さんカラオケ行こっかってないことは分かってるの。うん、しかも、俺は。申し訳ないけど、そこで、俺は、その、うん、要は、 もう稽古場に寝泊まりしたみんなで行こうって言ってたから毎、うん、回そうなのよ、うん、あの一時会はみんなも,うもちろんもうたくさん作戦音響さん照明さん武漢さんとかそういうスタッフさんもいるからそういう人たちね、うん、あの撮ってくれるカメラマンさんだったりと、うんうん、だけどこの本当そっちのメンバーで行くってこと多いから、うん、だからその大きな声で確かに言わないってのはあるそれは別にそれは日村さんに言わないとかじゃなくてそのみんな来てもいいんだけどなんかこう ううちちのねいやかかるだからそこはどうでもいいのそこでの話は大倉からのもいいの大倉あんまそういう人じゃないから次行きましょう次みたいなそこまでアグレッシブさはないから大倉にはでも行きましょうよっていう精神だけはありますねっでなるなるとか吉野もカラオケ探してるからいいの今ねいや長井も行っちゃってるよそうだ長井もじゃあ行っちゃってるからいいの及川はね かなりな時間横にいたの、あいつは。ああ、そうだね。暇さん側にいたね。いや横に座ってたの、あいつは。うん。でも、こいつは知ってるわけじゃん。カラオケの存在を。確かに、来てたからね、カラオケに。多分、一番パスが来るの追いかからなパサが来るはずなのよ。このカラオケっていうパターンが今、こっちの方に今盛り上がってます。確かに確かに。どうなんすかが。うん。あいつも知らなかったんだったらわかるんよ、ね。<laughs> お前は知ってんだと。真横にいたやつが。うん。うん、あと一個じゃん。 あと一個ずれれば終わりじゃん、これで。多分でもね、その、行こうぜってなったのは、もう一個の目の店を出た時ぐらいに、あの辺には伝わってると思う。ああ、多い感じ、ね。うんうんうん。うんだから、行くって言ったのがもう終わりですって時だから。うん。どうします次ってう。うんそのタイミングだから、その、店出たとこで日村さんががっつりあの、いい女の、 そう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 いい匂いがするそ<う>なんであんないい匂いがするんだっていうので盛り上がってたからかなじゃあそれねいいよなんていうのはいやいいそれいらないいらないそれは本当ごめんなさいだけど <laughs> その話も全然聞きたくないし別にいい匂いがするなぜいい匂いするかっていうなぜ,なぜかでなんか聞いてあれなの なんなんか香水ふってたりとかじゃないの？なぜいい匂いをするかっていうことじゃなくて、いい匂いをするのはいいけども、それは女の子の上に振りかけられたこの匂いがいい匂いするだけだって、この子の匂いじゃないと。だから本当は無臭の方が言ったらね、この子のこの肌についたいわゆる菌、菌とか。 みたいなものを俺は吸ってることになるんだから本当は匂いがしない方がいいんじゃないですかみたいな話でもいますほら本当にごめんなさいだけどそれ聞いて損したんだけどでもそれそうでしょっていう話をしてた時にカラオケの話が多分あったわけ真逆の話カラオケと真逆の金の話だろうなるほど真逆の話かどうか分かんないけどでもそれで行ってさまあまあ楽しかったそれ楽しいよやっぱ開放感あってねみんなでつってそれは楽しいよ 誠とかまたうまいから、うんうん、みんな売ったうまいのが多かった、うん、扇とかもうまいしょうまあまあ、うん、大山もうまいしさでもなんか完璧な1個何かスパイスかみたいなものな感じなかったそ不思議とね全くなかった、ね、確かに日村さんのことをねそこで本当申し訳ないんだけど全くなかったねなんでそれなんでなのそんなに俺って存在感がゼロなのかしらいやいや存在感はすげえあるよじゃなんでよでかすぎるゆえ見えないみたいな 巨大すぎる足元にいたら目の前にいるってこと目の前に立ってから真っ暗になっちゃうってことみたいな邪魔ってことよ逆に言うと邪魔ってこと邪魔どけよお前ってことじゃあとかね俺の立ち位置が違うのかいやいやまあ昼間ね気になったら声かけたらそうだったからああ申し訳ねえなと思ってまあまあでも行って楽しくやってでも俺もう後半寝ちゃってさ 疲れてたんだねで今日も朝からだったでしょ俺今日もすげえやばかった寝てたもん俺ちょっと打ち合わせしてた時知ってるよああ知ってたバレてたああ寝てることでもそうう打ち合わせにちょっと寝てるじゃんって言うとその雰囲気はバレるからバレてたんだやっぱ俺バレてねと思ってたうん小山とかはなんかチラチラ見てたから知ってんだろうと思ってじゃあ向こうの人にもバレてたかなバレてるでしょはあそっかこいつなんだよと思ったかな 俺はまあ、あいうところでカサカサってくるから、寝ますみたいな。それを出すなと思って。<laughs> その寝てる雰囲気を一切殺しちゃいんだよ、みんな。じゃ <laughs> もうさ、うん、俺、やっぱ年なのかわかんないけど、うん、まあそれは本番じゃさすがにね、寝ないですけど、うん、俺はあんなもう、自分で寝ようと思ってないんだよ、もちろん。うん、打ち合わせしてる時に。布にさ、もうスパンってこう。わからもう、今日ダメだったな。い寝あ眠い人に寝るなって無駄じゃん。 うん、眠いんだから、なんかと理由もわれわれのライブの打ち上げで、だからしょうがないじゃん、それも,もう分かってることだから、でもさ、あのさその打ち合わせをしている直で話している人はそんなこと知らないじゃん、知らないその違う人とかには、昨日のライブで会って、打ち上げで朝まで行ってたんですよ、うん、んつって話してて、うん、お疲れでなんつってって、いやいやいや,いやつって話してたりするから、うんうん、でもその打ち合わせの人がそれを知らなかったら、こいつ、普通に、うんね、ライブとかも知らないし。 こ何打ち合わせしてんでもその感じじゃなかったからその感じじゃないその感じっていうか今思えば寝てる感じっていうよりは何か考えてるようになっでしょ俺そういう感じしてたからそうこうどうやろちょっと下向いてこう目つぶって感じだからすげえ悩んでる人みたいなでちょっと小刻みに小刻みにこう触れそうそううんそうナーバス感もあっただからナーバス感これからの記者会見どうするんだってナーバス感あったけどそうだよねうちのヤクン非常にナーバスになった 知らねえよそんなことうちのヤックン関係ないですよ前小木ぎぎと俺らと営業ヤクン一緒に3組になってでヤックンだけ楽屋まあ俺らとおぎやぎ仲いいから一緒になってたんだけどヤクン違う楽屋でじゃマネージャーさんが本番前につかつかつかってきて「ああ今日あのうちの,あの桜塚ヤクンのマネージャーなんですどああどうもどうもあどうも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 どうちのうもど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  ナーバスえー、一つよろしくお願いします。なんでですなんでです失礼します。なんでですかなん <laughs> でですかって <laughs> いう謎のナーバス発言をされたこと。のの意味がわかる。<laughs> 知らよ。あ、だからその作戦すればいいんだよ眠い時にはあそうだ大山とか小木ちゃんが向こうのスタッフに今日の人らちょっとナーバスになっててっていう仕事前に言ってくれれば俺が寝ちゃってもこの人今日ナーバスだなってか考えてる全然バレない逆に気ぃ使ってくれるからどうするナーバスになったって言われたらね気ぃ使うのかなそういうふにそういうこと対処法としてそれだ。うんかねいやまあそれでだからまあそのもう疲れてとりあえずか もう年取ったら昔なんかさ全然平気だったんだねいやしたらおさんといえば朝まで遊ぶタイプっていういやまあ今でも俺はあれちょっと自分でもあのタフで痛い,い的なことあってであんま寝ないでも寝ないでしょ、うん、言っても俺だってライブの途中で俺そうだよ寝ないもん、ね、あんまね、うん、それをでも昔よりも取れたと思うけども寝ない 感じはあったと思うんだよね俺はでもね今思ったけど、うん、そのカラオケ中に多分つまんなかったんだと思うそのカラオケがちょっ超楽しかったいやそう思っただけで寝ちゃってるってことはつまんなかったと思う確かにね何かが足りなかったね<あ>スパイスがああそうかもしんないもう一個載せれる何かがないわけよそ,それは日村さんっていうのもも,もちろん確かに来てたらもっと楽しかった俺は、うん、日村さんがいたら。 それは本でもそれで楽しかったしみんなうまいし確かにねつまんなかったところあったかもしれない大倉が下手くそなのにで調子こいてんか自分が仕切って今のは何とかだとか調子に乗ってこいつ言って歌大好きだからいい歌とかで俺の知らねえようなのをいい気分になって歌ってたからちょっとそこはつまんなかった ラオケのもうベタにいやいでまあ何に歌ってもいいんだけど、うん、このオクラがなんかちょっと別に超下手じゃないんだけどうん、うん、その昨日行ったメンバーがなんかレベルが高いのよ。 か岡宗さんとかも、うん、そのさっきも話で出たね、うん、あの岡宗さんとかも初めて俺一緒に行ったんだけど他の人と話して、うん、岡宗さんって歌うまいですかって言ったら俺弾くほどうまいですよみたいな話してて、うん、実際行ったらそんなにうまくなかったか、うんで <laughs> <laughs> かねレベルが高すぎたんだとだって誠とかさ木ちゃんだ、まあ、小山とかさ及川とか。うん いんだあのレベルは相当だよなあれ普通にちょっと下手な人はもう歌えなくなる領域だよねでしょだからでもほら初めはそんな感じでさ俺気使って俺結構そういう時自然に歌ってないやつとか歌わせてるあげるこういうのもなんだけど一生の全員でやろうぜってそうそうみんな絶対知ってるだろう歌を入れて初め歌ってマイク渡してそれはねやるよ それで大倉調子に乗りやがってさ初めは自分で入れようとしなかったわけ大倉は俺はいいよ俺とかはまだほら結構行ってるからレパートリーとか誠とからのコンビネーションとかそういうのを知ってるからそういうのであれ面白いそうそうあれ面白いあれとかやっててほいであんなの聞かされた日にはさ多分入れないんのね分かるよね あのパターンもやってるでしょあのサビだけ急に歌っちゃうパターン。サビだけ急に歌っちゃうパターンとかもあよ当然。サビだけマイクぶんどって歌っちゃう。お前が歌回んかいみたいなやつ。そうラップ部分全部任せて任せて。おいしいこの歌のとこだけ俺歌うの。とちゃあのパターンはもう鉄板。あれは本当にバリに行ってバリ人やったってウケるんだから。あれはワールドワイドでウケる逆なのだあれはね。そう。そういうのもやってて。でまあ、大倉も。 気分よくなってきて気分よくなってくると「お父さんみたいな顔から」「これなんとかなんだよ」とかさ「こんなん何とかだな」とかねおっさん臭くなっちゃうかだから俺そう言ったことないんだけど嫌いなんだよねそれお前お父さん見てんだろおラがあのうちくらそうんかお父さんみたいだなと思う時はたまにはそれはいいよ今っていやそねうんそうですよ 寝ちゃったのかいやでもよかったよ大倉のやっぱでもうまいわけゃいいってもんじゃなくてじゃない味は大倉味あるよか細い声薄い声薄い声じゃんいやいいいい感じの歌ってたしでもねほんとうまい人がうまく歌うと面白いんだよね面白いねんかさああいうのもあるじゃんあの 男2人が歌ってる歌とかのバージョンまあそういうのもそうだしコラボ的なさ桑田さんとさくんとかのああいうのさ誠と大倉とかでやるとすげえこううまいすぎる人と下手な人で面白いんまあまあそんなのもあったけどまあでもとにかくライブは終わってねほっとしました